2024年9月25日、海上自衛隊第4護衛隊軍第4護衛隊所属の高波方護衛艦4番艦さざ波が、中国と台湾の間の台湾海峡を通過したことが明らかとなったよ。また、オーストラリアとニュージーランド両国の国防省が9月26日に、オーストラリア海軍のホバート級駆逐艦の3番艦シドニーとニュージーランド海軍の補給艦アオテアロアが台湾海峡を通過したことを確認しており、両国はこの行動を国際法に則った活動であると説明した上で航行の自由の重要性を強調していたが、護衛艦さざ波はこの2隻と行動を共にしていて台湾海峡を北から南に通過したとされていて、今後も中国側の出方次第では再び台湾海峡の護衛艦を派遣することがあり得ると見られているな。今回は海上自衛隊の護衛艦が台湾海峡を通過した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、日本政府はこの護衛艦さざ波による台湾海峡通過について公式に声明を発表しておらず、林内閣官房長官が26日に記者会見において自衛隊の活動は、すべからく国際法と国内法令に従って行われているとした上で、自衛隊の運用に関する事柄で、答えは差し控えると述べるにとどめているんだ。日本周辺ではここ最近、中国軍が異常と言える動きを見せていて、YQ 情報収集機1機が長崎県沖の領空を侵犯した事件の他に、測量艦1隻が鹿児島県沖の領海に侵入し、空母遼寧が沖縄県の西表島と与那国島の間の日本領海の外側の接続水域を航行するなど、事件を相次いで引き起こしているよ。またこれに呼応するかのようにロシア軍機が北海道の礼文島沖の領空を3回にわたって侵犯するなどの動きを見せ、さらには中国海軍とロシア海軍の連合艦隊が宗谷海峡を通過して中国がロシアと連携しながら日本への軍事圧力を高めている最中、9月25日に訓練用弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル ICBM を太平洋に向けて発射したな。これら一連の中国及びロシアによる軍事行動が活発化する中で、日本の安全保障を維持するためには単に抗議を繰り返すにとどまらず毅然とした態度を示す必要があるとして、岸田首相が台湾海峡通過の決断を下したとの見方が広がっているらしい。この3隻の台湾海峡通過について中国国防省もまた、日本の護衛艦とオーストラリア海軍の駆逐艦及びニュージーランド海軍の補給艦が25日に台湾海峡を通過したことを認め、中国軍が3隻への警戒監視を強めていたことを明らかにしたぜ。中国外務省の林次炎副報道局長が26日の記者会見において、海上自衛隊の護衛艦が自衛隊発足以来初めて台湾海峡を通過したことについてコメントし、中国軍は法に基づいて対処したとした上で今回の日本の行動の政治的意図を警戒していると述べて、日本に対して厳正な申し入れを行ったことと中日関係と台湾海峡の安定を妨害することのないよう促すと日本側に対して申し入れたよ。また、中国国防省報道官は同じ26日の記者会見で、台湾独立を主張する勢力に誤ったシグナルを送り、中国の主権に危害を及ぼす挑発行為に断固反対すると強く反発し、台湾問題は中国の主権と領土を守ることや中日関係の政治的な基礎につながるもので、超えてはならないレッドラインだとして日本に対して台湾海峡の平和と安定を妨害することの内容に求めると強調し抗議しているな。ただ、台湾海峡は最も狭い部分でも約 130km の幅があり、中央部を航行すれば国の主権が及ぶ沿岸の基線から12海里約 22km の領海を侵犯することはなく、アメリカなどは台湾海峡についてはどこの国の領海にも属さない国際水域であるとしていることから、日本政府もそれを受けて中国の領海外は航行の自由が認められ、護衛艦が通過することに問題はない防衛省幹部との見解を示しているぜ。これまでにアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、カナダといった、北大西洋条約機構NATO加盟諸国やオーストラリアやニュージーランド海軍などが、国際法に基づく公海上の航行の自由をアピールするために台湾海峡を通行してきたんだけど、
日本政府は中国側からの強い反発を恐れて海上自衛隊護衛艦が台湾海峡を通航したことはこれまで一度もなかったんだ。2019年令和元年11月に海上自衛隊護衛艦とアメリカ海軍日米の艦艇が東シナ海から台湾海峡を通過した中国海軍の空母3トンを追尾した際は、3トンが台湾海峡に入った時点で護衛艦のみが海峡内に入らず離脱したことがあり、この際の対応について弱腰だとして批判する声が上がっていたね。さらに日本政府と防衛省は、今年の7月に護衛艦鈴月が、台湾の北の東シナ海上の中国の領海を事前通告なしに航行した事件について、中国外務省が違法かつ不適切な行為であるとして強く抗議してきたことがあり、中国側の強い反発を避けるために中国政府には、鈴木が時間の位置の把握を誤って侵入したとして鈴木の艦長を更迭したぜ。しかし、このことについて海上自衛隊 OB などからは、現在の護衛艦において、単純ミスによって仮想敵国の領海に誤って侵入してしまうことは考えにくいとの声が多くあり、日本政府が対中関係への悪影響に配慮して現場のミスとしたのではないかとの見方もあるらしい。日本のメディアでは、中国側はこの日本停止性ぶりにつけ込んで日本に対する示威活動をエスカレートさせていたのではないかと日本政府の甘い対応を批判していたことから、岸田内閣がここに来て遅まきながらも護衛艦による航行の自由作戦に護衛艦を参加させたのではないかとの見方が挙げられているね。そのため今回護衛艦が初めて台湾海峡を通過航行したことについて、軍事や外交の専門家たちの間では中国側への忖度から欧米諸国の動きに同調した行動を示してこなかった日本が一歩踏み込んだことに中国側は驚いているだろうとする声が挙げられていて、中国側はここ最近繰り返してきた軍事的挑発を停止して様子を見るのではないかとの見方が広がっているよ。今回の海上自衛隊護衛艦による台湾海峡通過について、台湾からはこれまでに正式なコメントは出されていないな。台湾はこれまで各国海軍の軍艦が台湾海峡を通過することに関しては常に歓迎の意を示していて、9月13日にドイツ海軍のフリゲート艦と補給艦が22年ぶりに台湾海峡を通過した数日後には、ドイツ議員団と会談した林佳龍外交部長外相が SNS において台湾海峡の航行の自由を守る各国の行動を歓迎すると表明するなどしていたらしい。台湾が沈黙を守る背景には、日本政府からの正式な発表がないことへの配慮と、コメントを発することで中国を刺激することを懸念しているためではないかと思われ、事態の推移を静観しているものとみられているぜ。ただ、来季与野総統は就任以来、西側の民主主義国家との連携を強化することで、中国の脅威に一致して立ち向かっていく方針を示していることから、来政権は今回の日本の護衛艦の動きについては台湾を支持する行動と評価しているとみられ、台湾への中国の圧力は、どこの国の軍艦が台湾海峡を通過したからとして変わるものではなく、むしろ圧力を抑えるためにはより多くの国々との協力を強化することが必要だとする台湾の国会議員の発言が伝えられているね。日本では現在、次期総理大臣を決める自由民主党の総裁選挙が展開されているが、対中国強硬派の候補が総裁となり総理大臣に就任した場合、今回の護衛艦による台湾海峡通過をきっかけとして、尖閣諸島問題などの中国と間にある様々な問題に対しこれまでにない強い姿勢で臨むことが予想され、中国側から強い反発が起こるであろうとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。